ワールドカップに出れたのは僕にとってはすごくいい経験で、ね、うん、ワールドカップに出れたのは僕にとってはすごくいい経験で、ね、うん、ずっと子どもの頃から夢見てた舞台に立てたのですごく、まあ、楽しめましたね。ずっと子どもの頃から夢見てた舞台に立てたのですごく、まあ、楽しめましたね。そしてですね、今回スタジオにいる影山さんから質問を預かってきております。そしてですね、今回スタジオにいる影山さんから質問を預かってきております。遠藤選手こんにちは、日向坂46の影山優佳です。遠藤選手こんにちは、日向坂46の影山優佳です。質問なんですけれども、カタールワールドカップ期間中に遠藤選手が質問なんですけれども、カタールワールドカップ期間中に遠藤選手が レベルアップしたなと感じていることはありますでしょうか。レベルアップしたなと感じていることはありますでしょうか。そしてそれが今にどう生きているのかを知りたいです。よろしくお願いします。そしてそれが今にどう生きているのかを知りたいです。よろしくお願いします。っていうことが、なるほど、まあ、メッセージをして来てるんですけども、うん、っていうことが、なるほど、まあ、メッセージを引きして来てるんですけども、うん、まあ、自信にはなりましたよね、うん、やっぱワールドカップに出るために、うん、まあ、自信にはなりましたよね、うん、やっぱワールドカップに出るために、うん、そのロシア語から4年間こうやってきて、うん、それをこうそのロシア語から4年間こうやってきて、うん、それをこう、まあ、初戦のドイツ戦から出せたっていうのはすごく自信になったんで、まあ、初戦のドイツ戦から出せたっていうのはすごく自信になったんで、どちらかというと、まあ、レベルアップしたっていうよりは自分が今までやってきたことっていうのは、どちらかというと、まあ、レベルアップしたっていうよりは自分が今までやってきたことっていうのは、間違ってなかったなっていう感覚になりましたけどね。間違ってなかったなっていう感覚になりましたけどね。過去の代表チームの食事のテーブルとか見てきましたけども、過去の代表チームの食事のテーブルとか見てきましたけども、実際に今の食事のテーブルの雰囲気ってどうですか。実際に今の食事のテーブルの雰囲気ってどうですか。いやー、どうなんだろう、うん、静かっすよね。いやー、どうなんだろう、うん、静かっすよね。静かになりました。昔のね、代表すごいやっぱり静かになりました。昔のね、代表すごいやっぱりうるさい人いたんで、いや、ないとは言わないですけど。
さい人いたんで。いや、大とは言わないですけど。マジのこんな長友みたいなテーブルはもう今あんまないから。マジのこんな長友みたいなテーブルはもう今あんまないから。コーヒーじゃんけんとかもうなくなってます。コーヒーじゃんけんとかもうなくなってます。あ、そう。なんでそれ。あ、そう。なんでそれ。いや、なんですかね。みんなもう自分で持ってくればよけねみたいな。ですかね、みんなもう自分で持ってくればよけねみたいな。上の先輩たちやってるのめんどくせえよって。上の先輩たちやってるのめんどくせえよって。じゃあみんな嫌々で参加してたんだ。じゃあみんな嫌々で参加してたんだ。こう自分でコーヒー入れて部屋戻ればよくねみたいな。こう自分でコーヒー入れて部屋戻ればよくねみたいな。ごめん、俺もそれ思ってたよ。ごめん、俺もそれ思ってたよ。ワールドカップに出れたのは僕にとってはすごくいい経験で、ね、うん、ずっと子どもの頃から夢見てた舞台に立てたのですごく楽しめましたね。そしてですね、今回スタジオにいる影山さんから質問を預かってきております。遠藤選手こんにちは、日向坂46の影山優香です。質問なんですけれども、カタールワールドカップ期間中に遠藤選手がレベルアップしたなと感じていることはありますでしょうか。そしてそれが今にどう生きているのかを知りたいです。よろしくお願いします。っていうことが、なるほど、まあ、メッセージをして来てるんですけども、うん、まあ、自信にはなりましたよね、うん、やっぱワールドカップに出るためにそのロシア後から4年間こうやってきて、うん、それをこう、まあ、初戦のドイツ戦から出せたっていうのはすごく自信になったんで、うん、だからどちらかというと、まあ、レベルアップしたっていうよりは自分が今までやってきたことっていうのは間違ってなかったなっていう感覚になりましたけどね。過去の代表チームの食事のテーブルとか見てきましたけども、実際に今の食事のテーブルの雰囲気ってどうですか。いやー、どうなんだろう、うん、静かっすよね。静かになりました。昔のね、代表すごいやっぱりうるさい人いたんで。いや、ないとは言わないですけど、マジのこんな長友みたいなテーブルはもう今あんまないから。コーヒーじゃんけんとかもうなくなってます。あ、そう。なんでそれ。いや、なんですかね、みんなもう自分で持ってくればよけねみたいな。上の先輩たちやってるのめんどくせえよって。じゃあみんな嫌々で参加してたんだ。こう自分でコーヒー入れて部屋戻ればよくねみたいな感じ。ごめん、俺もそれ思ってたよ。